ロシアのロストフ州では、ルガンスク人民共和国軍の最前線から逃亡した数十人の武装捕虜を捜索している。ロシアの囚人部隊として知られるストーム Z のメンバーである39人の軍人は、リシチャンスクからロシア国内へ逃亡したと。ロシア軍、前にも囚人兵が脱走してるとかいう話が出てましたけど、また囚人兵部隊でトラブルですか。まあ全て予想されていた結果ではあるな。今回捜索されているというストーム Z の部隊はロシア正規軍によって集められた囚人兵部隊であるものの、彼らの扱いはワグナーグループの中で突撃作戦に従事させられたかつての囚人部隊よりもよっぽどひどい。以前にも囚人兵が脱走して国内の治安が悪くなっているという情報があったが、どうも状況はさらに悪くなっているようだ。ということで今回は、ロシア囚人部隊が限界すぎる、指揮官を殺して1ヶ月で逃亡した、囚人部隊ストーム Z の実態と題し、ワグナーの時よりも扱いがひどくなっていると伝えられるストーム Z という部隊について見ていこう。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かった、ためになった、とか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問等あれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。5月24日、ウクライナ東部のルガンスク人民共和国軍に配属されていたロシアの囚人部隊であるストーム Z、あるいはシュトルム Z と呼ばれる部隊のうち、39人の小隊が逃亡したことが報告されたぜ。同部隊はリシチャンスクのストーム Z 部隊の訓練キャンプにいたようだが、指揮官を殺した上で軍用車を脱出してそのままロシア領ロストフ州に移動し、脱走を止めようとしたルガンスク人民共和国軍の兵士も殺害した。彼らは未だ捕まっておらず、囚人兵たちはすでに私服に着替えて他人の書類を持ち、国内に潜伏している可能性が高いとのことだ。ひえ。味方を殺してまで逃亡とか覚悟決まりまくってますね。現在、リシチャンスクの近隣地域ではロシア連邦保安庁 FSB の特殊部隊が警戒態勢にあり、脱走した兵士たちを射殺せよという命令が下されているようだ。このストーム Z という部隊についてだが、2023年に入ってワグナーの発言力が失墜していた頃、囚人兵の運用をワグナーからロシア国防省の管轄にする流れの中で生まれた、国防省傘下の囚人兵組織だぜ。その頃、ワグナーは囚人兵の募集が止められてるって話も出てたわね。あれ以降、国防省が囚人を徴収してたんか。この部隊がウクライナの前線で確認されたのは2023年の3月に入ってからだった。ストーム Z の部隊はロシアの南部軍管区の配属となり、主にアウディーユカやドネツク地方の最前線に沿って展開していることが確認されていたぜ。アウディーユカは確か地雷が埋まりまくってる激戦地だったわよね。ツイッターで情報を発信しているウクライナ軍将校のタタリガミ・ユーエイ氏は、現地でストーム Z 部隊の捕虜などから情報を得たのだろうか。同部隊の規定や概要についてウクライナ側もかなり詳しい情報を得得しているようだ。彼らが入手した情報によると、ストーム Z はこれまでのロシア軍の部隊編成とは完全に別枠で設立された、特殊な戦闘任務を遂行する際に投入するために組織された部隊だという、兵士として契約している期間中は、月額20万、5000ルーブル、日本円にして36万円ほどの給与が与えられるぜ。彼らの規定では主な任務は地理的な難易度の高い都市や集落での戦闘、防御拠点などの敵目標の奪取、他にも敵支配地域での破壊工作、偵察部隊の探索と撃破、建造物の破壊や敵戦闘力の排除など、いろいろな任務が記載されているぜ。めちゃくちゃ多いわね。囚人をとにかく投入してなんとかなる範囲を超えてないかしら。うむ。記載されている内容を見ると、もはや正規軍の精鋭部隊とか本部直轄の特殊部隊とか、そういう非常に戦闘力の高い部隊なのか？と見まがうほどのラインナップではある。ところがこの部隊、先ほどから話しているように囚人兵で組織された部隊であり、なんとその訓練期間は10日程度だ。は、たった10日で囚人がそれだけの任務をこなせるようになるんか。その間に行われる訓練は武器の取り扱いから応急医療、塹壕の建築に通信連絡の方法、地雷の設置など、様々な訓練が行われるようだ。これが大体3日。次に行うのは分隊レベルでの行動訓練だ。この訓練では単独行動とか相互支援とか、市街地攻撃に防御拠点の制圧方法など、最前線で軍事行動を起こすために必要な知識が伝授される。これが3日。次は小隊規模の訓練である。主な目的は強襲作戦の任務遂行であり、市街地の攻撃あるいは防御拠点の制圧を実際に遂行させる訓練を行う。
これが3日。それにプラス1日で訓練期間は10日とのことだ。そんな爆速で身についたら超人やんけ。ああ。当たり前だが、この10日程度でこれほどの知識を体に染み付かせることなどほぼ不可能だ。このような訓練構成からもおそらく囚人兵のほとんどは、あらゆる軍事行動についてなんとなく見聞きした記憶はあるが、何も身についていない程度の知識しかないだろう。10日でできる訓練など限界がある。結果、囚人兵たちからは不満が噴出することとなった。4月末にはストーム Z のある招待メンバー全員が動画を SNS 上に投稿し、ロシア軍に対する不満の声を明らかにしているぜ。彼らは軍からの支援も受けずにルガンスク人民共和国の村に置き去りにされ、大砲の肥料のように虐殺されるためにここに送られた。もし拒否すれば撃たれるしかない。私たちには当初予定されていた給与は支払われておらず、ただ死に追いやられる中でもう1ヶ月も砲撃の雨を浴びていると語っているぜ。やっぱ給与は未払いなんか、高給で釣っておいて払わないっていうのも当たり前になってきてるわね。彼ら囚人兵部隊の扱いがひどいことに関しては、2022年末頃にワグナーの指揮下で活動していた囚人兵部隊と同じようなものだ。ただし決定的に違うのは、ワグナーの囚人兵部隊の運用は非常に限定的であったのに対し、ストーム Z 部隊の任務は訓練期間の割にあまりにも多すぎることだぜ。ワグナーが囚人兵部隊を運用する際には、いわゆる肉の壁戦術って部隊をまともな装備なしで突撃させ、彼らが砲撃されている方向を確認してウクライナ軍の砲兵部隊の場所を確認するというものだった。人命を使ったレーダーみたいなものですよね。言うてまともに訓練されてない兵士が前線に出てもそれくらいしかできないわよね。彼らはグナーの囚人兵部隊にはタブレットが渡され、どこをどう進軍するかを明確に決められた状態で、もはや突撃する囚人兵たちは自分の頭で考える必要のない駒としての扱いだった。もはや人間としての尊厳も失わせるようなひどい扱いではあるものの、10日間程度の訓練でできることなど確かにそれくらいしかないという視点から見れば、ワグナーの囚人兵部隊の運用は小賢しいとは言えた。実際、この囚人兵の運用でウクライナ軍の砲兵部隊も結構な被害に遭ってますしね。うむ。そして最終的には、バフムートの制圧に成功しているわけだ。しかし、たかが10日間の訓練で囚人兵にまともな軍事訓練を叩き込もうというロシア正規軍の運用では、もはや駒にすらならないぜ。今回前線から脱走した囚人兵たちはこうした無理を強いる扱いに不満を抱いての脱走だったことだろう。果たして他の現地にいるストーム Z の部隊はどのように運用されているか、ここからは現在のストーム Z 部隊の任務について見てみよう。ストーム Z の部隊運用はこの通りロシア軍の中でもかなり苦境にある方だが、その重要性は次第に高まりつつあるようだ。その最たる理由はワグナーの部隊がバフムートより撤退する必要性に迫られたためだぜ。以前の動画でも伝えた通り、バフムートの市街地を抑えることに成功したワグナーグループのプリゴジンは、5月25日をもってバフムートからの撤退を宣言している。これはワグナーの兵士が他の戦線で必要になったためとのことだが、実はこのワグナーの兵士に置き換わるようにバフムートの防衛を担当することになるのが、どうもストーム Z の部隊のようなんだ。プリゴジン曰く世界最強の軍であるワグナーの代わりが、たった10日間の訓練を受けた囚人兵に務まるんですかね。ウクライナ情勢を詳しく伝えているロブリー氏は、プリゴジンが現地から離れることについて語っている動画について自身のツイッターアカウントで言及している。そのツイートでは、今後はバフムートの防衛についてワグナーが従事することはなく、囚人部隊が取り残され、この地で一般的になっていると述べられているぜ。ワグナーの指揮下における囚人兵部隊は、あらゆる脅しをかけることでその治安を維持していたものの、ワグナーが現地から撤退することでその統制は正規軍に委ねられてしまうことになる。これはおそらく、バフムートにおけるロシア占領軍の治安低下につながるだろう。脱走なり統制の乱れだったりが発生するかもしれないと、去年も囚人兵が脱走してロシア国内で武装犯罪をしているなんて話があったけど、また同じようなこと起こるんちゃうかこれ。ワグナーは基本的にロシア国防省の軍隊に対して批判を続けていた立場であり、前線から勝手に撤退するという報告もあった通り、国防省指揮下の部隊を信頼していることはない。にもかかわらずなぜバフムートの防衛をロシア正規軍が運用する囚人兵に任せることにしたのだろうか。よりロシア側に肯定的な憶測をするなら、それはワグナーや国防省がバフムートの防衛について比較的に楽観視しているからだろう。ウクライナ軍が南部のザポリージャ州やヘルソン州、そしてその南のクリミア半島を狙っていることはこれまでの攻勢から強く判明しており、ウクライナ東部の戦略的重要性は現在決して高くはない。バフムートはすでに去年から続いた戦いの末、瓦礫の山と化しているみたいですしね。ゼレンスキー大統領は広島で行われた G7 サミットで原爆の被害を受けて廃墟と化した広島市の写真を見て、
バフムートを思い出させると述べるほどの惨状にあるみたいで、そんな場所を取り返したとしても、戦略的な価値には疑問が残るわよね。ロシア軍はバフムートを抑えはしたものの、それはあくまで激戦地を制圧したというプロパガンダ目的のものであることもわかっているので、その任務を終えた今あまり防衛に最善を尽くそうとは思っていない可能性もある。より否定的な見方をするなら、ロシア国防省高官が囚人兵部隊の現状についてほとんど把握できていない可能性だ。ストームジェット部隊は実はもともと、より重要な部隊として展開されるはずだったことがロシアの意図だった。だが、実際には精鋭たる兵士を集められないがために囚人兵に頼らざるを得なかったという背景がある。これはストームジェット部隊に与えられている訓練の内容からもわかることだ。だからあれだけ過剰な任務を背負わせてるわけですしね。まあ実際は求められている役割に対し、兵士の質と訓練期間が見合っていないというのがストームジェット部隊の実態なわけですが、とするとストームジェット部隊がバフムートに配置されているのは、バフムートの防衛には最善を尽くしたいと国防省は考えているものの、その実態について正確な報告が上がっておらず、ストームジェットは要所の防衛に適した強力な部隊であると考えている可能性も高い。このような実態と乖離した内部の問題や汚職が、ロシア軍の苦戦につながったという話はこれまでにもこのチャンネルで解説してきた通りだ。ロシア政府への抗議動画がドネツク人民共和国軍の中で握りつぶされてたりと、ロシア高官まで正しい情報が伝わってないんじゃないかと思わせるようなことも起こってますもんね。この場合は、ウクライナ側の反撃は非常に楽なものとなる。南を攻めると見せかけて、再度東部に攻勢をかけに行くという選択肢もありなのかもしれない。そして大罠ではあるが、これはロシア軍による罠である可能性もあるだろう。今回プリゴジンはバフムートから撤退すると SNS で何度も発言したり、かなり精力的に宣伝していることがわかっている。プリゴジンはこれまでも撤退するすると言って結局撤退をしなかったり、SNS での声明をあくまでパフォーマンスとして活用していることもよくわかっていることだ。ウクライナ軍をワグナーに続く世界最強の軍だと褒めちぎってたり、1917年のようにロシアで革命が起きると言ったり、特にバフムートを制圧してからパフォーマンスに一段と磨きがかかってるわね。撤退宣言がただのパフォーマンスだとすれば、プリゴジンがバフムートから撤退すると宣伝し、ウクライナ側には問題が多いとして伝わっている囚人部隊に防衛を任せると知らせることで、ウクライナ軍の反撃軸を戦略的に重要な南部ではなく、東部ドンバス地方に引きつけるという目的があるかもしれない。このような場合、ワグナーの部隊は撤退すると見せかけて実際は撤退しておらず、バフムートにおいて未だウクライナ軍を待ち続けていることになるだろう。このようにバフムートにおける囚人兵の運用にはいくつかの候補が考えられる。ロシア軍はバフムートの占領を宣言しているものの、バフムート市の南西部郊外は依然としてウクライナ軍が制圧しており、残っているロシア軍との戦闘が続いているようだ。ウクライナ軍も通信傍受や衛星監視によって、これからのロシア軍の動向を探りながら対策を打つことにはなるだろう。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。